下がって、あちょっとこれ、じゃ一回止めるか。これでいいですかね。うん。そうこれはもうまだ7センチなんです。変わってないの？ちょっとない。ちょっと変わってない。でもちゃんと。止めました。ちょっとねごめんなさいね、ちょっとね手抜くよ。やっぱりでも病棟院呼んだ方がいいかもね、うん、彼と。うん。病棟院呼んでもらえれば。あ、いい。私も病棟院。本当。あ病棚じゃないか。あ。あ、ちょっと上向けるかな。すみさん、もし私そしたら物入れます。ちょっと次行きたかったらね、踏ん張ってもらえます。ちょっとしっかりね、上向くよ。よいしょ。あ。ってやつですか。はい、息を吸止めて、うんと肩打ち出すような感じで息止めて、そのまま頑張ってください。ずっと出すのしまーす。影にぐーっと力を入れて、苦しくなったら吸い回してもう一回、うんと長く長く力入れてみて、
苦しくなったらすぐ吸い直して
てもう一回よしずっとyou
せーの。せーの。よいしょ。うん。うわー。頭出たよ、下見てない、あ、名前下見えるね、下見える見える見える、赤ちゃん今、頭出てるのよ、そう、頭出てる、見える見える、あ、もうちょっとだよ、せーの、頑張れ、せーの、おいしょ、でかいな、でかっ、うわすごい、すげえ、すごい、めっちゃ誰かに噛まれてるみたい、俺も頑張って吐くから、頑張って、絶対意味ない、痛い痛い痛い、結構ね、最後吸引分娩になったんで、はい、赤ちゃんこう苦しくなる前にね、うん、出したいという形になったんで、ちょっとね傷がねやっぱりそれなりにあるんですよ、はい、もうで、あんまりところだとしょうがないけど、ちょっと深い傷だとなんか引っ張られると結構嫌な感じするので、ごめんなさいね、本当にこの話握っといてあげたら痛くない、あもう峠は過ぎたから、まだあとちょっと、はい、ありがとうございます、聞いてんのか分かんないぐらい痛い、そう、俺も今日歯治療してる時そんな感じだった、違うでしょ、歯治療してる時あの麻酔効いてるっつって、うん、キーンっつったら痛ててってなって、うん、後日になった、あ、じゃあもう今日やってないの、やってない、やってないの、そう、麻酔ってね、傷の表面しか効かなくて、中効かない、の中が切れてるんで、こう、それは吸引分娩で、そうそうそう、確かに歯も神経奥の方も痛かった、俺も絶対これは進んでる、だいぶでも辛いとこ終わってきましたからね、終わってきた、だいぶ終わってきたよ、あの子宮の出口がちょっと赤ちゃん厳しいサインの時にね、まだあんまりあの7センチぐらいしか開いてなかったんですよ、はい、でちょっと行けてもらってお手伝いして少し子宮の出口広げてあげてたので、やっぱりねこうちょっと擦れて出血じわじわにじんでます、で、あと縫うほどじゃないのでガーゼ入れて圧迫しておけば出血落ち着くと思うので、2時間ほどガーゼ入れてねちょっと休みますね、はい、あとちょっとお尻の診察いい、こっちから抜いてて、はい、OK です、あ、終わりました、お疲れ様でした、オツでした、オツの方がオツだった、あ、そうだ、痛みだね、よし、じゃあ行きますよ、右手を開いて、あ、そっか、はい、あ、やめでたー、ございます、頑張ったね、赤ちゃんの酸素飽和度測ってるの 97% とか 96% は問題ないんですけど、 90% 以上だったら結構ね、抱っこした瞬間涙腺が、いやすごいんだけど、この重みがすごい、涙出ちゃう、点滴のコードがここにちょっと絡まっちゃいましてた、ここにちょっとなんか絡まっちゃってるんですか、これ取っていい、あ、取ってよかったわこれめっちゃ、めっちゃ笑っちゃった、おー